コランダ TV。 アイアムコランダオールドジェネレーション。どうもコランダ TV のモドリゲスです。 TKB です。ポジモです。はい、ということで今回も発表されましたね、はい、ジェットモンスター最新作バイオレットとスカーレット、はい、そして一緒に御三家も紹介されました、はい、名前何でしたっけ。炎タイプのホゲータ、草タイプのニャオハ、水タイプのクワッスの3体が発表されたということで、まあ、前回同様、はい、今回も進化予想をしていきたいと思います。それではレッツコランダー。前回は私が優勝したんで2冠。そうなんですか。2冠。バニホットとドラミングゴリゴリやってたことですか。そう、あと前回の草タイプ御三家の名前がゴリランダーっていうポケモンなんですけど、ゴリランダーのランダーってどう考えてもこのコランダーのランダーやったんで、そこになんで誰も当てれなかったのかっていうのと、あと巨大マックスゴリランダーのこういう技が巨大コランダーっていう。永田予想的にはゲームフリークがこれらにちょっと寄せてきたっていうか、もうパクった、うん、影響受けた。あれを当てれなかったらもう二度と当てれないんじゃないかっていうレベルなんですけど、まあてな感じで今回もやっていきますか。やっていきましょう。一応今ここに不在の角刈りの中を、うん、青リンゴリーダーの永田さん、うん、優勝候補の永田ね。優勝候補の永田のライバルともいえる、あのまあライバルとか毎回負けとるんやけど伝説ですか。伝説のイラストレーター、ドラゴン川崎元コランダーのサポートメンバーあとペヤングも、あとペヤングさんですね。今一応ちょっとイラストをもらってきているので、それも後ほど紹介したいと思います。じゃあ誰からいきますか。まず俺らからいくか。はい、モドリゲスからいきましょう。はい、じゃあまず僕の草タイプからいきます。はい、じゃあこれが僕が考え予想するニャオハの進化系の、まあ、2段階進化目の、まあ、ニャーベルですね。草猫ポケモンのニャーベル、タイプ草タイプのモチーフが、まあ、サーベル、まあ、尻尾がちょっとまあ、ソードになってて、そのサーベルと猫を掛け合わせて、まあ、ニャーベルっていう名前にしたんですけど、結構猫やね。まあ猫ですねで最終進化系の、まあ、目を今塗り忘れてるんで、あとちょっと塗り直しますけど、うん、サバルガーですね。あー、サーベルポケモンのサバルガー。タイプが草に鋼が追加されます。特性新緑に加えて夢特性が鋭い刃っていう特性を得得します。でモチーフがサーベルタイガーと、まあ、サバルっていうヤシ科の植物があるんですけど、それを足して、まあ、サバルガーって名前にしました。でこの鋭い刃っていう特性の、まあ、能力が、まあ、斬撃系の威力を 1.3 倍するって感じで、まあ、斬撃系って何。あのリーフブレード、キリサク、まあ、こいつは多分思い出ですけど、アクンセスだったり切って攻撃するタイプの技を威力 1.3 倍なんで、頑丈顎とか鉄の拳とか同じような感じに近いですかね。で、まあ、こういう技を覚えるのが、まあ、メタルブレード、物理の、まあ、鋼技、威力90、命中95、急所ランク1、まあ、リーフブレードみたいな感じですよね、使い方が。で、まあ、タイプが草鋼で、まあ、あのナットレイと同じタイプを得得してるんで、そこそこ強いんじゃないかなっていう。まあ、ナットレーは、まあ、耐久寄りですけど、こいつはちょっと攻め寄りの星属地配分をしているんじゃないかっていう感じですね。あと一応覚える主な技もちょっと考えてて、まあ、猫なんで、まあ、もちろん猫騙し。おそらく卵技じゃないかなと思うんですけど。で、リーフブレード聖なる剣切り裂く、あと剣の舞。ほとんどは尻尾で相手を切って攻撃するっていう戦闘スタイルになると予想します。あの牙は、見せかけ飾り捕食用です攻撃用ではないですって感じです。草タイプの予想は、はい、じゃあ俺いきます。ニャプラントです。おお、結構本格的ですね。タイプは草単体です。おお不遇じゃないモチーフは猫のまんまで、はい、あと、ね、中国の猫、ツールがちょっと
入ってるかな。はい。で、あと、この顔ちょっとプロレスラーっぽくなったんやけど、はい、プロレスラーは関係ないです。関係ないですか。格闘タイプは入ってない。入ってないです。夢特性は、ランブ。はい。で、能力が、相手が物理技を出すと、回避率が1段階上昇する。なかなか面白いですね。うん。で、固有技はもうちょっと適当ないけど、ユグドラシ。強いですか。130ダメージ強いで、出したら命中率が1段階減。マジですか。だいぶ必中ですか。必中です。必中ですか。で、撃った後に命中が下がる。そうそうそう。じゃあ連ができん。なんかワンチャン当たるな。2回も3、まあ、リスクが高くなるけど、うん、って感じ。当たるな。結構あれですね、ギャンブル的な戦い方です。だからリーフテールも覚える。新技ですか。新技、新技。思ったよりクオリティが高いですね。ほんと？はい。まあ自分のサバルがなんかゴミみたいな。なんか、ガリッと下がった。はい、じゃあね、まず自分の草タイプの最終進化は、はい、ガオウォーレン。はい、ガオウォーレン。ガオウォーレンですね。ガオウォーレン。7文字。7文字ですね。7文字解禁ですか。あれ8文字じゃない。ポケモンの名前は6文字なんだよ。あ、そうなんですか。なるほど。ちょっとここは後で、はい、で、タイプは草とフェアリ ー、 ちょっとね、御三家の中でも異質な存在、うん、で、特性はまあ普通に新緑と夢特性がアロマセラピー。アロマセラピーって技にあるよ。状態以上回復するものであるよ。本当？草タイプのパラセクトルの中で扱われてるね、うん、映画でシーンも使ってるし確か。なるほど。こういう技がフラワーガーデン。そう。で、まあちょっとね、見てもらうと分かると思うんですけどね、尻尾にまずバラ、はい、で、まあ、モチーフがちょっとライオンなんですけど、ライオンのたてがみがまだ桜になってるんですよ。桜なんですけど、まあちょっと緑色の桜で、はい、まあ、ちょっと花をモチーフにしつつ、ライオンも取り入れつつっていうやつなんで、で、そのフラワーガーデンっていうこういう技が、まあ、植物のまずつる、そして花びら、バラの花びら、そういうのがいろいろ散りばめられて相手を攻撃する。威力90、命中95で、追加効果で 10% で毒。 10% で毒。 10% 毒っていう風で。物理？特殊？物理は特殊です。お、はい、特殊。なんかこの前回の草大工のサルマックスよりはちょっと結構いい良さげですか、うん、特徴が結構ある。あれ結構マジで特徴なかったね。ベイマックスですよね。ちなみにそのアロマセラピーはどういうのですか。状態異常にならない。状態異常にならないっていうね。なるほど。ちょっと技が今回から特性の方に変わるっていう。まあそこの予想も変わる。予想じゃないですよ、これリークなんで。リーク秘密ですね。ちょっと増田さんから教えてもらったんですっていうのが草タイプの予想でした。まあもう僕たちはこんなもんで、本家何、誰からいきますか。じゃあペヤングさんからいきます。よし、じゃあペヤングからいきます。 OK です。はい、これです。おお、クオリティ高いですね、ペヤングさん。ペヤングさん結構クオリティ高いんですよ。ペヤングさんだいぶやっとるっすね。私が入手した情報によれば、はい、グラスカルです。はい、グラスカル。ペヤングの独特の、前回もありましたが、はい、この種族地で稼ぐペヤングさん、はい、今回、前回もアオリンゴさんにめちゃくちゃボロクソに言われてましたけど、はい、今回はこんな感じですね。ほうほうほう。物理ごとか素早さ114、なかなか速い方ですね。で、攻撃115。で、まあタイプは草、モチーフはカラカルらしいですね。あー、水動物。うん。で、まあ夢特性がスカイスキー。なんだって。ノーマルタイプの技が飛行タイプになる。威力が 1.5 倍になる。こういう技、スカイダイブ。この命中、必中の技ですか、うん、相手が小さくなる、使っていた時に威力が 1.5 倍になる。あれですね、あのフライングプレスとかその辺と同じ感じの能力ですよ。なんかコメントが書いてあるんですけど、猫が2進化目まで4速方向で最後2速方向になるのはガオガエンでやってるので無理かもしれない。なるほど。特殊も91あるんで
まあ、やりようによっては特殊も打てるって感じです。でタイプは草単体らしいの。草単じゃない。草単なのにスカイスキーなんですよ。うん、なかなか面白いですね。うん、これこのこれがなんか多分後ろの羽、はい、これなん、あ、尻尾か、2個に分かれてない尻尾が、はい、猫股っぽいですね。これ耳が左になるとなんかあれなんですか。耳が左、うん、角度的な問題じゃない。あ、そうでもかっこいいですね、うん、サーベルタイガーっぽくない。1番ってことはサーベルタイガーっぽいですね。別に長田さんいきますか。長田さんいきます。こちらです。お、これが長田さんの、長田さんので、日清カメでだいぶフォルム変わります。情報によれば名前はニャブロッサ。草タイプ単体、はい、俺と一緒。もう最終進化系です、うん、これは全部、あ、今回の全部最終進化が基本となる。あ、なるほど。特典は全部最終進化で、なるほど。中華進化は加点されないですか。されません。中華進化の方が力入れてる。モチーフはスペイン大山猫、はい、読み特性はいたずら心。おお、こういう技はこの葉葉がこの葉が動くし、草威力、命中威力、相手の時も草タイプにする。あ、変化技、変化技ですかね。うん、草にするの、水浸しの草バージョン。さすが永田さんって感じですね。いやでもこれ尻尾が放ってるのが TKB って感じだよね。一緒ですよね。しかも赤色っていうのも一緒。ちょっとあれですね、チョロ猫とジョロ猫っぽい子の人が、なんかニャンコから結構変わった。それだから2段階目、雰囲気違うくない。2段階目でだいぶ変わった印象はしますね。うん、最終進化はなんか結構神々しいというか、なんかもののけ姫とかで実際めちゃ思った、今めちゃ思った。いやでも目こうなると思う。このなんかニャンコもこうなりがちな目してて、あ、はい、固有技が変化技っていう、ちょっとなんか珍しい、強いのかこいつは。それはあと種族次第です。いたずら心をどうやってこの固有技で生かすかって。名前がニャブロッサって、そんなもんだ。猫とブロッサじゃないですか。あ、なんか俺のニャプランと似合いそうだね。俺の猫は全然似合わん名前が。確かにこっちの方がなんかプラントって、うん、角刈りは炎タイプだけ、ドラゴンも炎タイプだけ、アオリンゴさんは水タイプだけ。なるほど。